Hi everyone, this is Toki. 奇妙な宇宙人に出会った方がいます。アメリカ・ウィスコンシン州ポーク郡フレデリック村。かなり小さな村です。1974年12月2日、極寒の冬の夜でした。ウィリアム・ボザックというお名前の酪農家の方です。牛を飼って生計を立てているわけなんですが、夜10時頃、彼はその日、生協の会合に出ました。そしてその帰る途中だったんです。車を運転して帰ってるんですけれども、その夜は珍しく霧が立ち込めていて、自分の農場に続く道をこう車を走らせていると、もうあらゆるものがぼやけてですね、霧が濃くなってきたわけなんです。そのため視界が極端に悪くなり、車のスピードを落とさざるを得なくなったそうです。もうすぐ自分の家だと思ってるんですけれども、その時霧の中に何か光るものがあることに気づいたんです。これは自分の車のヘッドライトが何かに反射しているんだと分かったんですね。で、これはボザックさんにとっては非常に興味深いことでした。なぜならそのあたり一帯を彼は知り尽くしているわけです。自分の農場で毎日そこで牛を飼って一生懸命仕事してるんで、どこに何かあるか把握してるんですけれども、こんな風にヘッドライトに反射してくる金属があるなんて不思議なんですよね。それで彼は少しずつ車をスピード落として停止しました。車を一旦止めて、そして外に出てその奇妙なものに近づいていったんです。そしてこの時事態はかなり奇妙なものになっていきました。霧のベールをかき分けていくと、それは大きな物体だったんです。なんと高さ2メートルはあると。そしてその中に何やらいるんですね。と思って、それはですね、 UFO なんですね。今と思えば、彼はその時何であるかはわからないんですけれども、半球体っておっしゃってるので円盤型の UFO だと思われます。ガラスか金属のような光沢のある素材でできていたそうです。そしてボザクさんは驚きました。もうこの別世界のような建物だと彼は思ったんです、その時。で、不思議なものが中にいると、照らされている部分をよく見ると、見たこともないような人型が座っていたんです。その人型はなんとガラスの前から両手を頭の上に上げていて、まるで驚いているように見えたそうです。そして驚いてボザクさんを見つめてきているわけなんですね。そしてボザクさんはその生き物をこう表現しました。人間に非常によく似ている。しかし、それはあなた方が見るのとは全く違う顔をしていたと。なんとですね、牛のような顔をしていたと。で、牛のような、こう、茶色い毛皮で覆われていると。で、四角い顔をしていて、毛がまっすぐ横に伸びており、耳は頭から3センチほどぴょこっと出ていて、目は大きく突き出ていました。耳も大きかったそうです。後に彼はその毛皮は、襟もファスナーもないけれども、スーツを着てるんだなと思ったそうなんですね。で、人が牛のマスクをしていたずらをしてるのかなって一瞬思ったそうなんです。下半身はよく見えなかったんですね、周囲に立ち込める霧にも覆われていたわけなんです。で、後で振り返った時、ボザクさんはこの生き物をまるでびっくりしたような顔をしていると表現しているんですね。で、ボザクさんはその時自分も驚いていることに気づいたんです。で、この二人はしばらくの間恐怖に満ちた目でしばらく、見つめ合っているわけなんですが、だんだん強烈な恐怖に襲われて、もう怖くなって怖くなって、この突然の恐怖感でパニックに陥ってしまい、一刻も早くその場を離れたいと思うようになったんです。それでこのボザクさんは自分の車に走って逃げて、車をもう猛スピードで出してですね、で、霧でほとんど見えないんですけれども、もうすぐそこ自分の家なんで、そこまでバーッと走ってたそうです。車の屋根の上で木が擦れる音がして、その音さえも怖かったっていうんですね。通常であれば何の問題もない音だったのかもしれませんけれども、この恐怖の状況下ではもう不気味で不穏な響きを帯びていたというわけなんですね。で、ようやく家に着いて、バンと家のドアを閉めて、窓も全部閉めて、彼は息も絶え絶えに、暗い家の中にうずくまっていたわけなんです。で、そのまんま眠ってしまったようで、朝になると、よし、もう一度あの場所に行ってみようと思ったわけです。
昼になって太陽が昇ってくるとなんだか強くなったような気がして、もう大丈夫だと思ったんですね。ところがそこに行くと、あの奇妙な生き物とあの UFO は跡形もなくなっていました。ところが大きな円形の痕跡は残っているだそうです。でこれをですね、彼はしばらく自分一人の中に留めておきました。ところが家族に話して、さらに友人たちに話したら、途端にマスコミにバレて一気にニュースになったんですね。でそのウィスコンシン州に民間の UFO 研究団体みたいなのがあって、そこがインタビューをしに来たりしてですね、そのエベレットっていう男性が UFO 調査員ですということでインタビューを受けに来たそうなんですけれども、このボザクさんは現場からすぐに逃げたことを後悔しているそうです。あの牛のような人間のような存在とコミュニケーション取ればよかったと。きっとあの牛のような宇宙人のような人間のようなものは自分と同じように怖がっていたとその時感じていたんですね。悪意は全くなくって、ただ自分が急に恐怖に包まれ、きっとその宇宙人のような牛のようなものもきっと恐怖だったんだろうと。でも僕は嘘はついていない、嘘発見器にかけてもいいと言ってるんですね。でこれについては彼の家族や友人たちが何度も何度も質問して、徹底的に質問した結果、みんな彼を信じるようになりました。彼は正直で信頼できる証人であり、少なくとも本人はその物体、そしてその変な生き物に会ったということは、まあ本当だろうという結論に至ってるんですね。でこれはまあある一部ですごく有名なお話だそうです。もし宇宙人がですね、あらゆるものから進化してるとしたら、牛から進化した宇宙人がいるのかなと思ったりします。あの有名な映画 ET、 ET は植物から進化したものだとスピルバーグははっきり言ってるので、いろんな宇宙人がもしかしたらいるのかなと思ったりします。牛のような宇宙人ちょっと会ってみたいなと思ってしまいました。皆様は今回のお話どう思われましたでしょうか。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。